風来物語は富田恒夫の小説である。作品は読売新聞で連載。単行本は1960年に中央公論社から1970年に読売新聞社からそれぞれ発刊された。1959年と1960年に映画化、1964年にテレビドラマ化されている。舞台は日露戦争当時の東京。 日露戦争は和平か交戦かで揺れていたが、国会議員、赤氏健太郎は和平派であった。ある日、赤氏が愛称の宮の自宅で何者かに殺害された。これに立ち上がったのが元女性の辰巳の直次郎である。直次郎はかつて赤氏の家で実の子同様に育てられ、その後は遊興の中に群れて,れて暮らしていた、いわゆる風来寺であった。 ある日の夜道で激しく戦い渡り合った偽アンマも絡む中、直次郎は明石殺しの犯人を追うことを心に誓う。男気とサスペンス、そしていくつかの恋愛模様を描いていた。風来物語人狂編のタイトルで、1959年10月28日公開。大英制作、配給。キャストスタッフ、風来物語やバレ飛車のタイトルで、 1960年9月28日公開。大英制作、配給。主要キャストと主なスタッフは前作、任教編とほぼ同じ夫人で制作された。物語は対象に終わった日露戦争後が舞台であり、明石中佐が折枝に結婚を申し込むところから始まる。 キャストスタッフ1964年11月28日から1965年5月22日までネットテレビ系列の毎週土曜日20時から20時56分の時間帯にて放映された。全26話。放映形式はモノクロ 16mm フィルム。主演の池田俊介は柔道三段の段位を有していたことから起用された。ありがとうございます。